ハラス・フルテイは、中華民国の軍人、モンゴル族。後に、盲古連合自治政府の盲古軍幹部となった。最新紙な洋人伝によれば、李主神から、最も信任が厚い片腕とされ、日本語にも通じていたという。1924年、熱火と当初副官となり、1929年、東北陸軍工部堂を卒業した。このほか、中央訓練所でも学んでいる。 札到警備軍第4師隊長などを歴任し、1931年、熱化抗日義勇軍司令となった。その後ももうこ方自治政務委員会委員を務めている。1933年、カラス・フルテイは満州国に投降し、公安文章警備司令に任ぜられた。翌年、日本に留学し、陸軍大学校で学んでいる。1936年5月、 蒙古連合自治政府の成立とともに、デムチュクドンロブを総司令、リッシュシンを副総司令とする蒙古軍が成立すると、カラスフルテイは参謀長に任せられた。1940年時点でも、陸軍中将、参謀長の地位に引き続きついている。1945年3月の蒙古軍再編に、際して参謀長を辞任した。盲子自治に崩壊後は、 国民政府への復帰を許され、軍事委員会委員長東北行衛参事に任ぜられた。その後も東北盲起副委員会委員権熱盲を保安隊、前身指揮主任を務めている。国境内戦で国民政府が敗退した後におけるカラスフルテイの行方は不詳である。ありがとうございます。